大衆、伊豆原港にて、長塚隆。大衆へ渡るには、博多から夜出て朝着く。博多へ渡るにもそうである。帰船は荷物を主にしているのだから、客少なくして我々は惨めである。どこへ行っても朝鮮ということを言う。釜山なども大衆の人が真っ先に行って、それから 一衆の人間が行って開いたそうだ。北の方へ行ってみると面白そうだが、船は不便だし、陸路は険悪だし、病人にはとてもダメだ。丈夫の人がゆっくり歩いているのには、きっといいところである。寮で持っている国だから、百姓は下手らしい。昨日、竹敷から帰りに、馬車で一緒になった百姓が、声をすると、 稲がダメになるから、ただ作るのみだという。義手がついていてそうなんだから驚く。伊勢海老を自慢でフライにしてくれたが、初めて見た。よく取れるそうだ。しかし、野菜は気の利いたのは、博多から来るそうだ。津島の歌に曰く。大衆名物、とびにカラス。またも名物、屋根の石。 しかし、とびもカラスもほとんど目に触れず、昨日竹敷まで行ってみたが、途中の民家は皆、瓦ぶきで、石を載せたというのは少なかった。女の馬上、瀬名に籠ご、三金の前掛かす巻横具へ、財から伊豆原の港へ、薪など売りに来る女が、帰りに馬上で弁当代わりに、 横かじりにかじるのがかすまきで、それはかしの名である。馬は皆小さい。そうして、島の山でなければ、ひずめを痛めて用をなさぬそうだ。朝干していたイカが、竹きから帰りに見ると、よほどスルメの匂いになっていた。大衆も、ちょっと覗いただけでもう一周へ渡るのだ。仕方がない。今日は雨である。 6月26日、明治45年7月2日、国民新聞書斎